は、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はこちら、今の季節にしか出回らない葉の柔らかい春キャベツとみずみずしい新玉ねぎを使って即席キムチを作りたいと思います。キムチというと通常白菜や大根、きゅうりなどを使いますけれども、漬物と考えたら実はどんなお野菜でも作れるわけですよね。今回はみずみずしい春野菜を使うことでまた格別な美味しさを楽しんでいただこうと思います。キムチというと材料もたくさん揃えて結構手間がかかるイメージかと思うんですけれども、今回はなんと材料4つでキムチの素を作りたいと思います。しかももうそのキムチの素を作っておけば、あとは塩もみした野菜と混ぜるだけ。もうこれで最高のキムチが仕上がってしまうんですね。本物のキムチというのは野菜などに含まれる乳酸菌を使って発酵させるんですけれども、今回は即席漬けなので作ったらもうすぐに食べられます。ただ自然に置いておけば発酵していくことも可能です。今回のキムチ風もそのまま時間が経てば発酵が自然に始まるんですけれども、きっともうその前に全てなくなってしまうと思います。本当に便利でいろいろ活用できるキムチの素、ぜひ最後までご覧になってください。今回のキムチはですね、春キャベツのキムチとそして新玉ねぎのキムチ2種類をご紹介したいと思います。でもちろん玉ねぎだけキャベツだけというのでも構わないんですが、冷蔵庫にあるお野菜適当に少し彩りをつけたいと思います。人参を加えたり、または小松菜ですね、彩りでちょっと加えてみようと思います。青ネギやニラなどを使っていただいてもより本格的になると思います。そして切り干し大根をね、少し入れようかなと思います。切り干し大根ってすごく甘みがあって食材に深みがありますので、ちょっと加えてあげるとまた一味美味しくなると思います。なければ使わなくても結構です。それではまず材料を塩もみにしておくところからスタートします。まずキャベツの方ですね、芯を取ってざく切りにしていきます。春キャベツは3枚ぐらい表の部分のキャベツをしっかりと洗って、中の方はさっと全体を水洗いしてよく切っておきます。はい、キャベツざく切りにしてバラバラにしておきます。お塩小さじ1杯ほど加えて、しんなりするように揉み込んでいきます。この作業は袋などを使っていただいても結構です。今回はよく見えるようにボウルを使っていますけれども、ポリ袋などを使っていただいても結構です。はい、キャベツはですね、全体に塩がなじむようにしっかりとこう絡ませて、あとは自然に水気が出てくるんですけれども、少し急ぎたいなという時はポリ袋を使うと早くしんなりしてくれます。はい、少し空気を抜くようにしてキャベツを押していきます。だいぶね、キャベツをこう押していくだけでも自然に水分が出てきてね、しんなりしてくるんですけれども、今回は他のお野菜を切ったりとかまだ作業がありますので、このぐらいで少し放置しておきますね。続いて新玉ねぎの方です。新玉ねぎはね、生で食べられるので、ぜひねこういうものも漬物にして楽しんでいただきたいと思います。はい、新玉ねぎ薄皮を剥きました。根元の芯の部分をね、取り除いておきます。新玉ねぎはですね、少し大きめです。 7-8mm ぐらいの幅ですかね、ちょっと大きめに切っておきます。
ねぎですね、ちょっと量を見ながら、キャベツより少ないので小さじ3分の2ぐらいのお塩を振っておきます。全体をばらすようにしてお塩をなじませて、でキャベツと同じように袋に入れておくと早く塩が回ります。はい、余分な空気を抜いてキャベツと同じようにくるんでおきますね。新玉ねぎ下準備している間に彩りとあと少し美味しさプラスということで、今回このような野菜類をね用意していますので、こちらの方を切っていきたいと思います。まず切り干し大根ですね。切り干し大根は甘みや旨味がありますので、このまま使います。ちょっと気になる場合はお水でさっと流してギュッと絞ってから使ってください。長くお水につけてしまうとせっかくの旨味がね流れてしまいますので、お水には長くつけないようにしてくださいね。はい、切り干し大根です。1センチぐらいに刻んでおきます。はい、そして人参です。人参はね彩りよく仕上げたいので、キャベツの方のキムチに少し入れようかなと思います。量はお好みで大丈夫です。そしてちょっと青物も欲しいので、今回は冷蔵庫にあった小松菜を使います。青ネギとかニラなんかをね使っていただいてもいいと思います。はい、それではですね、こちら先ほどのキャベツと玉ねぎ、この袋の中に一緒に入れて漬け込んでおきます。そして人参です。そのキャベツにねなじませたお塩と合わせるような感じで全体混ぜておきます。はい、こんな感じですね。ちょっと大きめのポリ袋だとやりやすいです。はい、そして玉ねぎの方には切り干し大根を少し入れたいと思います。まあ、これは本当にお好みですからね。はね、新玉ねぎ使ってますけれども、大根を入れたりとかきゅうり入れたりとかね、即席漬けなのでお野菜の種類などもご自由にアレンジしてみてください。はい、こんな感じです。それではキムチの素を作りたいと思います。ちょっと見てください、この材料で一体何ができるのっていう材料なんですけれども、今回用意したのはお味噌、梅干し、唐辛子、蜂蜜、おろしニンニクです。たったのこれだけで美味しいキムチの素ができちゃうんです。お味噌は自分で作ると材料なんかも好きなものをこだわれるのでいいですよね。今回私はこちら紅麹味噌っていうね、とっても体にいい紅麹が入っているお味噌を使いたいと思います。そして梅干しです。梅干しは酸味と塩味のアクセントにしたいので、できればあまり甘いタイプのものではなくて、梅干しらしい酸味のしっかりしたものを選んでいただいた方が美味しくなります。そして韓国産の粉唐辛子は甘みがあって旨味がある割に辛さがマイルドなのでおすすめです。もし手に入らない場合は一味唐辛子などで代用ください。一味唐辛子を使う場合は辛みがすごく強いので量を加減しながら使ってみてください。あとはこちらの材料混ぜるだけです。まず梅干しです。梅干しは種を取り除いて叩いておきます。梅干しペースト状になりました。はい、そしてお味噌です。
唐辛子の粉です。おろしニンニクです。蜂蜜です。今回は新玉ねぎ、そしてキャベツのキムチ2種類分の、ね、量になりますので、結構たっぷり作っていますけれども、これ結構ね保存も効きますので、なくなったら他のお野菜簡単に塩もみをして、で和えるだけなので、ぜひね多めに作ってストックしておくと重宝します。冷蔵庫で保存していただいたら1ヶ月ぐらい全然問題なく保存できますのでね、ぜひいろんなお野菜で試してみてください。はい、皆さん全く味の想像ができないと思うんですけれども、これでもうキムチの素完成です。それでは先ほど塩もみをしておいたお野菜と合わせて仕上げていきたいと思います。先ほどのキャベツです。もう結構ねしんなりしていて、いい感じのもう漬け具合になりました。もう一瞬ですね、10分ぐらいですかね、もうあっという間にしんなりしました。でこちらはですね、今回2分の1個分のキャベツに対してお塩小さじ1ぐらいの量なんで、もうこのまま使ってしまいますけれども、まあ、量によってもし塩気が強いなと思ったら多少洗い流して塩分をね取り除いていただいても結構です。お好みの塩加減に調整をしてください。はい、そしたらこちらキムチの素ですね、こちらを加えていきます。お野菜の量とかによってこの加える加減なんかもね調整していただきたいんですけれども、まあ大体今回の量でちょうどこのキムチの素半分ぐらいですね。もうあとは袋の中でしっかりと混ぜていくだけです。もう結構ねキムチを本格的に漬けようなんて思ったら大変なことになりますよね。匂いもね気になると思いますしね。もうこの方法だったらね食べたいだけ作ってもう食べきりぐらいの量なので、本当に手軽で冷蔵庫に入れといてもそんなに匂いも気にならないので、本当におすすめです。はい、もう全体がなじめば完成です。では玉ねぎの方も仕上げてみたいと思います。まあ、玉ねぎの方ねキャベツよりも量が少ないので、ちょっと調整しながらキムチの素を加えたいと思います。今回キャベツも玉ねぎもすごく水気が出るというわけじゃないので、このまま使ってますけれども、もしあまりにもお水が大量に出た場合は少しお水を捨ててください。ただこちらキムチの素がですね結構ペースト状で硬いので、ある程度水分がないと混ぜにくいのでね、適度な水分はあった方がいいと思います。玉ねぎのキムチもあっという間に完成です。あっという間にできた簡単な春キャベツのキムチ漬けをお味見したいと思います。いただきます。安心してください、しっかりキムチの味に仕上がっています。またね春キャベツなのでシャキシャキ感がね白菜キムチとは違って、すごくみずみずしい感じで、野菜自体の甘みもあってすごく美味しいです。本当にサラダ感覚という感じですね。では玉ねぎの方もいただいてみたいと思います。新玉ねぎなので辛みもマイルドで、生でも全然大丈夫です。本当に血液がサラサラになっていくような、そんな感覚さえしてきます。本当にヘルシーで、いろんなお野菜で試していただくことができると思いますので、ぜひお好みのアレンジで楽しんでみてください。今回はとっても簡単、春のお野菜を使った即席キムチ風をご紹介いたしました。浅漬けをつける感覚で塩もみした野菜に混ぜるだけなので本当に簡単ですよね。
今回こちらのキムチのね元なんですけれども、結構ねいろんなお料理に活用できるんですよ。ごま油なんかと一緒にねナムル風にしていただいてもいいし、炒め物の味付けなんかにしてもすごく美味しいです。実はチャーハンや焼きそばの隠し味にもおすすめです。ぜひたっぷり作っていろいろご活用ください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。